ブルゴーニュ戦争は15世紀にバロア家の分子のブルゴーニュ公と宗家のフランス王の間で戦われた一連の戦争。後にスイス名役者団も巻き込まれたが、スイスはこの戦争で決定的な役割を演じることになった。1474年に開戦し、ブルゴーニュ公シャルルトシン皇はナンシーの戦いで戦死した。ブルゴーニュ公の本領と、 その他の公領はフランスに併合されたが、ネーデルラントとフランシュコンテは、シャルルの娘マリーが相続し、最終的には、ハプスブルク家の所領になった。ブルゴーニュ公国は、ハプスブルク家と、フランス王国が支配を確立するまで、およそ100年以上にわたり繁栄し続けていた。公国は、本拠地のフランシュコンテとブルゴーニュ公領の他に、フランドルや、ブラバント、 ルクセンブルクといった経済力のある低地諸国を有していた。外してブルゴーニュ港は拡張政策をとり、特にアルザスとロレーヌの獲得に対して積極的で地理的に南北に離れた領地を一つにしようと目論んでいた。百年戦争ではブルゴーニュ港はイングランド側についており、フランス王とはすでに対立していた。 シャルルのライン川沿いへの進出は、ハプスブルク家、特に神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世との争いの原因になった。1469年に、チロル領主、ジークムント大公は、シャルル都市進行ともに、スイスの拡大を防ぐため、アルザスにある自分の領地を抵当として、ブルゴーニュ港に譲渡した。しかし、シャルルのライン川西岸との関係は、 ジークムーントが望んだように、スイスを攻撃する動機とはならなかった。シャルルは、バーゼルやストラスブール、ミュルーズなどの都市に対抗して、通称の禁止を、大官兵ターフォン・ハーゲンバッハに行わせた。ハーゲンバッハは、圧勢を敷いたため、ブルゴーニュに対する都市の住民の反感は強いものになり、都市は、ベルンに救援を求めた。 シャルルの拡張戦略は1473年から1474年にかけて行われたケルン大司教に対する攻撃、ノイス包囲戦の失敗で初めて挫折した。1474年、ジークムーンとはスイスとの和平を拡作し、コンスタンツで後に永久協定と呼ばれる協定を結んだ。その一方で、 ジークムントはシャルルに譲渡した領地を買い戻そうとしたが、これは拒絶された。同年4月30日、アルザスのブリザックでハンブルゴーニュ派に捕らえられたハーゲンバッハが残首刑に処された。アルザスやスイスの都市とジークムントは結束して対ブルゴーニュ同盟を結び、同年11月13日エリクールの戦いで勝利し、フランシュコンテのジュラを征服した。 翌1475年には、ベルン軍がシャルルと同盟関係にあった、サボイア公国の防治法を征服して破壊した。バレーでは1475年11月、プランタの戦いで、独立共和国、ジーベン・ゼンデンが、ベルン軍や、他の同盟国の助力によりサボイア人を定地バレーから、駆逐した。1476年3月、 シャルルは報復のためにサボヤのピエールド・ロモンの領地グランソンへ進軍した。そこは同年1月にブルゴーニュ軍が攻略した際に投降したスイス兵を見せしめのために公主刑にし湖で溺死させた因縁の地だった。スイス同盟軍が数日後に同地に到着し、シャルルはグランソンの戦いで停滞敗北を喫した。彼は 戦場から逃げざるを得なくなり、大砲や多くの領職や財宝を残して撤退した。新たに軍を再編成したが、シャルルは再び、ムルテンの戦いで、スイス軍に敗北した。1477年、シャルルは、ナンシーの戦いで、ロレーヌコールネ2世が率いるロレーヌ軍と彼に従う、スイス兵と交戦し、戦死した。シャルルと進行。 後世に、ルーベンスが描いたもの。シャルルの死で、ブルゴーニュク家の男子は途絶えた。定地諸国は、後の神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世とシャルルの、一人娘マリーとの結婚によりマリーの死後、ハプスブルク家領となった。ブルゴーニュ公領は、ルイ十一世の治めるフランスに帰属した。フランシュコンテもフランスに併合されたが、1493年の、 サンリスの和議で、フランス王シャルル八世からマクシミリアン一世の息子、フィリップ・ビコへ譲渡された。これは、シャルル八世のイタリア侵略に際して、マクシミリアン一世に、中立の立場を保たせるための買収工作だった。また、当時ヨーロッパ最強と謳われたブルゴーニュ軍に、勝利したことで、スイス軍はほぼ無敵であるという名声を得た。ヨーロッパ各地で、 槍兵こそが用いるべき不評だと考えられるようになり、フランドルの槍兵とドイツ諸都市の不評がスイスを模範として改良され、フランス軍でさえスイスと国境を接する山間の谷から槍兵を採用しようとした。そしてスイス兵は15世紀末で第1級の傭兵と認識されるようになった。ユイム・ホフ、P60。ジェカルメット、P411。 戦闘技術の歴史に中誠編84ページ、翻訳元日本語訳所。ありがとうございます。